アメリカ合衆国の理論物性物理学者である。個体物理学と量子科学の分野への貢献で知られている。密度反関数理論に関する研究によって、パデューは世界で最も引用数の多い物理学者の一人となった。現在はテンプル大学で教育と研究を行っている。ジョン・パデューはメリーランド州カンバーランドで生まれ育った。 高校で数学に対する才能を示した後、パデューは全米メリット奨学金を得て、ゲティスバーグ大学に進学した。大学では物理学への関心を深めた。パデューは1965年にゲティスバーグ大学を寸ラ村での成績で卒業し、物理学のバチェラー・オブ・アーツ号を得た。その後、1971年にコーネル大学から物理学の PhD を授与された。 博士課程の指導教員は、ジョン・ W ・ウィルキンズであった。パデューは1971年から1974年まで、トロント大学のサイ・バスコの下で、次に1975年から1977年まで、ラトガース大学のデビッド・ランスの下で、博士研究員として、研究を行った。1977年に、トゥレーン大学で教員となり、 2013年まで勤めた。トュレーン大学時代は物理学を教え9人の PhD 学生と11の博士研究員に指導を行った。2007年にトュレーン大学の理工学部から卓越研究者賞を授与された。2009年にはエクセレンスインプロフェッショナルグラデュエートティーチング学長賞を受賞した。2013年に テンプル大学に移り、理工学部の物理学及び、科学のローライチ・チカーネル教授と、材料理論研究センターの初代の長を務めている。パデューの、最もよく知られている、研究業績は、密度反関数理論の分野のものである。パデューは、トロント大学とラトガース大学の博士、研究委員時代の指導教員から広く使われるようになる前の DFT を紹介された。 パデューは DFT の初期の先駆者の一人であり、DFT が量子化学、材料科学、地球科学における計算のために十分正確となる手助けをした。パデューは交換から相関エネルギーに対する厳密な断熱接続式、同関数不連続性とその基礎ギャップへの寄与、反関数のスケーリングと他の厳密な制約、自己相互作用補正。 非経験的一般化勾配禁止及び非経験的メタガに重要な貢献を行った。DFT 反関数を一連のはしごの段として可視化することで、パデューは交換から相関エネルギーに対する改善された密度反関数を構築するためのヤコブのはしご戦略を定式化した。パデューはこの理論を2000年6月に行われた。 量子科学国際会議の DFT2000 シンポジウムで初めて提示し、自身がヤコブの階段と呼ぶ一連の5世代の反関数について説明した。パデューのヤコブのはしごスキームは他の DFT 研究者らによって取り上げられている。DFT はテンプル大学でも DFT の研究を続けている。現在の研究の関心はより良いメタガの構築。 強い相関やファンデルワールス相互作用の改善された記述などにある。パデューは世界で最も引用数の多い物理学者の一人であり、密度反関数理論の分野でのパデューの研究の引用数は15万を超える。ある研究ではおそらくパデューが1981年から2010年の間に発表された論文で世界で最も引用された。 物理学者であると同定している。パデューの260を超える論文の中で、フィジカルレビューレターズ誌に1996年に掲載された、ジェネラライズドグラジエントアプロキシメーションメイドシンプルという論文は1996年から2010年の間で5万回以上引用され、物理学分野で最も引用された論文であった。パデューは2011年に、 全米科学アカデミー会員に選出された。ありがとうございます。